海賊ラジオレッツ力船。はい、皆さん、船長の大野瀬太郎です。今回の、瀬太郎の海賊ラジオ,オン、オおユーチューブは。あの、スマホで聞く、えー。アプリラジオ、海賊ラジオの。レッツ力船、俺たちのレッツ声に寄せられた中から。お一人。こちらユーチューブの方に。ご挑戦いただいているんで。 俺たちのレッズ声、ピックアップ。え今日は、えー、熱いレッズサポータークルー、アッパー10人からのお便りをご紹介して進めてまいりますね。もやもやが晴れませんとアッパー10人言っております。ここ最近、調子が上がらないチームにもなんですが、札幌戦の我々サポーターと実際に戦っていた選手の考えに大きな 乖離がある。どうも距離があるということですね。我々サポーターは裏折れずに対して大きな夢を見すぎなのでありましょうかそれとも我々サポーターは勘違いしているんでありましょうか相手の出方に対して戦術を使い分けるのがリカルドサッカーなのかもし今後もこういった戦い方を続けるのであれば 岩尾と平野のダブルボランチ見てみたい。もちろん、伊藤のプレーは素晴らしいですが、ためを作れる岩尾と、縦に速いパスをつけられる平野のコンビ。これ夢がありますよ。次の横浜 F 前の戦、とても強い相手であり、相性が悪い日産スタジアムの試合で、どういったサッカーを見せてくれるのか、腰の引けた戦いだけは見たくない。 戦え売られずと、アッパー10人からいただきました。あの、モヤモヤ感というのは、勝てば解消されるものではないと思います。売られずのサポーターは短期に見えますが、非常に我慢強いんです。30年間の歩みを見れば、それ明らかです。30年前のサポーターは、我慢強さを通り過ぎたぐらいの、 我慢強さを持っております。で、途中から大人になってスタジアムに通い始めたサポーターも、当然ながらそういった先輩のサポーターたちの我慢強さを見習いながら育ってきていますから、アッパー10人のように非常に我慢強いんだけれども、これ勝てば解消するもんじゃないんです。ずーっとレッズ言われてるんです。裏レッズはどういうサッカーやりたいんですかコロ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 。コロコロ この10年間も変わって失敗しました。もう、迷走して迷走して、どうしようもない状況の中から3年前に3年計画が発表されました。サポーターは、やっとクラブが気づいてくれた。よし、3年間我慢できるよ我々は。ということでここまで見てまいりました。ただ残念ながら、 リカルド・ロドリゲス監督は2年です。2年でも3年計画の3年目です。この2年間、リカルドのサッカーについて賛否両論いろいろあろうかと思いますが、私は彼がやろうとしてきたことは納得できます。で、彼がやろうとしてきたサッカーで見事に勝利を収めたときには胸がすく思いでした。ただ、繰り返し申し上げておりますが、 セレッソにやられて、広島にやられた途端に、戦い方変えちゃいました。これリカルドが今まで、標榜してきた、サッカーじゃないですよね。これがもやもや感なんですよ。横浜 F マイノスは、優勝をかかったホーム、がぜん攻め込んでくると思います。でもね、それ、受けて立って、 相手が疲れた頃に、一点取れば、勝てるよって試合をやり始めたら、この2年間は一体何だったんだって、サボタ思いますよ。もちろん、マイナスに目の前で、シャーレを掲げられる光景は見たくありませんよ。でもね、それ以上に、リカルドがやってきたサッカーはこういうサッカーなんです。優勝をかかった相手にも、 自分たちがやってきたサッカーを疑うことなく全面で出しました。それが今日の結果ですという試合内容だったら私は十分に理科の2年目はいい答えが出たと思うんですがね。いかがでありましょうか。このね、もやもや感はね、ずーっと引きずってシーズンオークに入って来年の A c l まで行きたくないんですよ。残り2試合。 ともかくまず、前の戦、そしてホームの福岡戦、ぜひとも理科のサッカーでサポーターに応えてください。よろしくお願いします。レッズと共にあれ、涙の数だけ強くなる栄光と誇りのために、J リーグと弓を真っ赤に染めるレッズ大航海時代が始まりました。 チャンネル登録よろしくね